今回は21日の金曜日から23日の日曜日まで開催中の戦祭り、そのおすすめカードを紹介するよ。狙え。今回のレギュレーションはこんな感じ。徴収縄は幕府縄と、幕府縄は徴収縄と当たるルールやから、相手のレギュレーションも意識したデッキ構築が個人的におすすめ。幕府縄にとったら1最大兵力と復活時間短縮2相手の速度も上がっとるから、鉄砲を複数採用しづらい三音系のアルミドルの勢力や剣王や槍兵を得意。以上3つの理由から幕府縄はほぼ近距離戦を主体とするデッキになるね。そこで勢力赤で近距離戦での防衛にめっぽう強いノーマル赤にたけ人を使ってみて、エスタイナとストレートで受けたからおすすめやね。相手大体はレギュレーションを生かしたデッキが来るからほぼ有利を取れたよ。幕府縄のデッキは復活時間短縮の恩恵が大きい五色や特殊ハットに兵力上昇を生かしやすいマッスル気味のカスタローや銀玉土方が多い印象で、剣豪や槍兵が軸になりそれらのデッキに赤目は有効に働くの。引き上げよう。捕まえてやら。手を出すやつは骨も残らんと思え。狙え。我が重工は敵を逃さない。人を信じれば痛い目を見るぞ。違うんだ。龍派たちは発動。見ろ肩。狙え。まだや。そうね。おいや。ごめんね。守れなかった。てめえ。狙え。前期解放。出て大丈夫か。狙え。見切った。この狙え。手を出すやつは骨も残らんと思え。見切った。おいや。狙え。狙え。流派発動。三の肩。手を出すやつは骨も残らんと思え。敵八幡が方向受けてよ。狙え。そうね。狙え。
さと逃げな。悪い、足を引っ張っちまった。そうね、くらえ。次期八幡が方向受けてみろ。違うんだ、私は神狙い。くらえ。空が赤く、手を出すやつは骨も残らんと思え。狙え。ひとつ借りだ。やるよ、一族のために。狙え。もう時間かしら。暴れたりん。狙え。見切った。狙え。一つ借りだ。引き上げよう。そうね。のんびりまったり行きましょう。今回は2試合やるよ。常に最悪の舞台を想定して動く。やってしまった。離せ。見切った。進撃。くらえ。くらえ。終わらせるわけには。見切った。進撃。くらえ。逃げるが勝ちってな。流派発動。一の型。くらえ。見切った。くらえ。見切った。進撃。流派発動。二の型。信じれば痛い目を見るぞ。違うんだ、私は逃げるが勝ちってな。終わらせるわけには。のんびりまったり行きましょう。
出て大丈夫か。我が策の中で朽ちてゆけ。敵の力を見誤ったか。これが乱世か。空が赤く。見切った。見切った。東条五色の力、結集させよ。そうね。捕まえてやら、暴れたりん。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ。私は進撃。獅子の進軍からは逃れられぬ。さあ進め。流派発動。三の型。ワコード、下がって俺の戦を見ておれ。管理してやる。前進あるのみ、攻撃の手を緩めるな。終わらせるわけには。逃げるが勝ちってな。出て大丈夫か。もう時間かしら。流派発動。三の型。見切った。骨も残らんと思え。東条五色の力、結集させよ。この赤をその目に焼き付けておけ。